龍が竹は三重県稲部市と滋賀県東大見市の境にある標高1099メートルの山。鈴鹿山脈役中部に位置し、鈴鹿セブンマウンに選定されている。ホタガ国付近を境にして北側が石灰岩、南側が河口岩の山である。ホタガ谷は石灰岩室のため谷の上部まで流水がある。石暮れ峠へ向かう平等登山道には カサネと呼ばれる花崗岩の巨石がある。一部の斜面では風化が進んでいる。採用は女性的な穏やかな愚痴形状である。郷土資料の稲部師団によると、昔この地の豪族が竜神を祀って、雨乞い祭りをした古事によって竜が竹となつくという雨を呼ぶ竜神にちなんだとされている。古くは雨乞いの山として倒廃され、南側の山腹にはこれにちなんだ。 白竜神社がある。宇賀景から望む龍が、竹三重県側の宇賀景の登山口などから登山道が開設されている。宇賀系,系には、キャンプ場があり、岩止滝、長尾滝など多くの滝がある観光スポットになっている。ホタガダニには山椒魚が生息し、山ビルを見ることがある。山頂部は熊笹に覆われていて、白や潮などの樹木が点在する。 周辺の登山道では山筒子、小山林道などが多く見られ、山腹では岩鏡、谷宇津木などが見られる。龍ヶ竹を南から望む鈴鹿山無役中部の主稜線に位置し、春田峠と石暮峠の間にある山。北に藤原学南に三池岳がある。山頂から東に遠足尾根が伸びる。稲部市稲部公園から望む鈴鹿山脈の主な 山以下の源流となる河川は、伊勢湾及び、琵琶湖へ流れる。石暮峠と竜河竹山頂は、見晴らしがよく、農美平野、伊勢湾、養老山地や鈴鹿山脈の山々が望める。山頂には、展望図が設置されている。ありがとうございます。